静岡市清水区では台風15号の大雨の影響で沖津川の松原寺取水口に瓦礫などが流れ込むなどし最大で区の8割にあたるおよそ6万3000件で断水が起きました市は残る和田島地区の断水を解消するため宮島橋に仮設の水道管を設置する復旧工事を行い1日から4500件で水道管に水を通す 注水作業を始めました。清水区獅子原のこちらの住宅では蛇口をひねっても水が出ず。今も自宅と給水所の往復が続いています。何にも出ない。こんなに長く止められるとは思わなかった。市は今日午後三時半。南地区の三千七百件について。 水質検査で安全性が確認されたことから飲み水として利用できるようになったと発表しましたまだ生活用水が出ていない北地区の600件は明日の供給を目指していますが飲み水の供給については明後日にずれ込む可能性があるということです西地区の200件は一部地域で生活用水がまだ供給されていませんが 明日にも飲み水を供給する見込みだということです一方、市は災害ごみの回収作業にも追われています静岡市清水区天王地区ですこの辺り、大雨の影響で多くの浸水被害に遭いました道路には今もなお、畳や家具などを中心に多くの災害ごみが残っています清水区天王東のゴミ置き場には 今も被災直後に運び込まれた災害ごみが残り住民を悩ませています次の日その次の日と日に日に増えてでここも本当は置いちゃいけなかった場所らしいんですけどみんな車がほとんどやられてしまったので水没でだから自分の車足がないんですよね特にあの一人暮らしの人とか非常に困ってると思います市は昨日から 清水区袖市町で災害ごみの大型仮置き場の運用を始めたほか順次道路や公園に置かれた災害ごみの回収作業を行うなどして対応をしていますしかし天皇東のごみ置き場の災害ごみについては回収時期の見通しは立っていないということです